ロッキーロメロ、ロッキーロメロ、ロッキーロメロ、1982年10月28日隊は、キューバ出身の男性プロレスラー。本名は、ジョン・アール・リベラ、ジョン・アール・リベーラ。1997年9月13日、新日本プロレス LA 道場にてトレーニングを積み、ユーフのリングでデビュー。リッキー・レジェストのタッグチーム、ハバナ・ピット・ブルズ・デアブエ、MPW。 IWC、ユフのタッグ王座を獲得し、2002年にアメリカンドラゴンと共に初来日を果たす。2004年からローに参戦、リッキー・レジェストのタッグチーム、ハバナ・ピット・ブルズでロー世界タッグ王座も獲得している。その後、フォミサイドとのユニット、ロット・ワイラーズのメンバーとして活動。2005年10月8日、ブラック・タイガーとして新日本に来日。 タイガーマスクと対戦。この試合に勝利を収め、E1 グップジュニアヘビー級王座の異世界、ジュニアヘビー級王座の2冠を獲得した。2007年3月4日、プロレスリングノアに参戦して、ムシキングテリーと対戦。ローでは、ロドリックストロング率いるユニット、NRC に加入し、デイビー・リチャーズとのタッグで2度目のロータッグ王座を体感すると、活躍したが、 2008年に戦線から離脱。同年1月6日、再びのアに参戦し、金丸義信の,の保持する GHC ジュニアヘビー級王に挑戦するも、ダッシュには至らなかった。2010年11月、J スポーツクラウン主催のスーパー、J タグリーグに、リチャーズとのタッグで出場。リーグ戦を勝ち上がり、決勝進出を果たしたが、ジャドアンドー組に敗れ、 準優勝に終わる。その後、新日本を主戦場として、同団体のヒールユニット、カオスに加入。2011年5月3日、レスリングドンタクにて、リチャーズとのタック NRC で、アパロ55、プリンス・デビット&、田口隆介組の保持するイーワグップジュニアタック王座に挑戦するも、デビットのブラディサンデーで、ピンホールを奪われ、王座ダッシュに失敗。 しかし、10月10日、ディストラクション11で、再び、同タックで挑戦。交代技、コントラクトキラーで、リチャーズがデビットから3カウントを奪い、第29代イーワグップジュニアタッグ王者に輝く。2012年1月4日、レッスルキングダムバイに登場。イーワグップジュニアタッグ王座をかけて、アパロ55との防衛戦に挑むも、リチャーズが田口から、ピンフォール負けを喫し、 同王座から陥落するも、前王者のリマッチ権を行使し、2月12日、ザニュービディニングで4度対戦し、勝利、ジュニアタック王座に返り咲いた。5月3日、レスリングドンタクにて、重心サンダーライガータイガーマスク組との初防衛戦が組まれたが、リチャーズがアメリカにて、交通事故に巻き込まれ、来日が不可能となり、ジュニアタック王座を返上。その後、 リチャーズの新日本参戦が途絶えたため、NRC としての活動を休止。7月、リチャーズと入れ替わる形で参戦したアレックス・コズロフと、タックチームフォーエバー・フーリガンズを結成。22日、新たに、ジュニアタック王者に退官したライガータイガー組と、タイトルマッチで対戦し、勝利。同王座の、第33代王者組につく。8月26日、 SWF に参戦し、アレックス・シェリー a j キー仕組みを相手に、E1 ウップジュニアタッグ王座の初防衛にせい。試合後に、シェリーを袋叩きにしたところを新日本所属の櫛田が、救出し、以降、櫛田、シェリーのタッグチームタイムスプリターズと抗争を繰り広げる。10月8日、キング・オブ・プロ・レスリングにて、E1 ウップジュニアタッグ王座をかけて、タイムスプリターズと対戦。 福祉だから、ピンフォール勝ちを収め、二度目の防衛に成功したが、パワーストラグルで敗戦、同王座から陥落する。2013年に入ると、ザニュービディニングで敗北、レスリングドンタクで勝利を収め、第35代王者組に返り咲き、ドミニオン6.22の初防衛戦で勝利、タイムスプリターズとの構想に区切りをつけた。7月27日、 ローに参戦。ボビー・フィッシュ、改良ライリー組の保持するロー世界タッグ王座をダッシュし、第37代王者組についた。2015年1月、コズロフの活動休止によりフーリガンズも停止。3月、新パートナーのバレッタと、六本ギバイス、六本ギバイスを結成。2017年より、バレッタのヘビー級転向に伴い六本ギバイスを解散し、 六本木三景を書案度用と結成し自らは監督となる。技は相手に向かって片言の屈辱的な日本語の超馬鹿や泣かすぞ、この野郎など言って仕掛けることが多い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。